王国島にはちょい暑苦しいが、敵に敵に任せたぜ。すると自慢の筋肉で本日ご紹介する商品は、最速最高の面白い喧嘩だったな、ハヌマン。よし、止めだ。ヒヒヒ、東洋剣豪パーフェクト。なあ、ちくしょう、また負けかよ。次だ次、俺が勝つまでやるからな。覚悟。ゲームだけじゃん。昔のことは他言無用だぞ、元住。こら、高校デビューとか言うん。俺の思いはお前と共に。白面様、お待たせいたしました。とっておき。やっぱ餅つきはこうじゃねえとな。
お待たせいたしました。すげえなお前、俺の時岡100倍かっこいいぜ。さっき大見え切ったばっかさ、ならばその役見事果たし、どうやらショゴスとショコラの項目を誤読してしまったようだ。王国邸にはちょいと暑苦しいが、待って、我らが伝統福井の油、その身をもってた、どうやらショムスとショコラの項目をごど、どうやらショムスとショコラの項目をごど、私絶対忘れないよ。ああ。王国通りはちょいと暑苦しいが、ま、敵。今は思い切り進め。それもまた青春。やめてくれよ、天津丸のじいさん。丸々として中身が詰まって最高ですね。王国通りはちょいと暑苦しいが、ま、敵に、どちらが先かのゲームでござるよ、あなた。はやれ、むし、よし、止めだ、あたた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 たホーゲン先生、本日も剣のご指導願います。ほん、王国通りはちょいと暑苦しいが、ま、喜びそうなもの見つけたわ。あんたってば、獣が好き。さっき大見え切ったばっかさ。